こんばんは、こんばんは。チャットとメール見てくれたかな。よいしょ。こんばんは。頭皮マッサージをしながら。そうなの、野球観戦してきました。そうなんです。え、メール届きましたか？そう、結局行けました。レッスンで行けるかどうか、なんか最初行けない時間だったんだけど行ける時間になりまして、よいしょ。え、あー、待って、マネージャーさんから今 LINE 来た。画像壊れてるって。もう高画質すぎたのかも。嘘、悔しい。なんでなんだろう、本当に。なんで、なんかみんなからしたらさ、画像がなんかおかしい、画像が壊れてるって意味わかんないと思うんですけど、本当に。じゃあちょっとショールームで話しますね。明日の朝に送ります、送り直してみます。あのね、今日は父と母と妹と私の4人でエコスタジアムに、ハードオフエコスタジアムかな、に行ってきました。トランペットありがとうございます。で、なんか最初はね、その行くきっかけはなんかお父さんがチケットをなんか取ってくれていて内緒で、私に内緒で取ってくれてて、そう、なんか気がついたら行こうみたいになってて、でなんか私もこう、まあ、最近こう何ですかね、ありがたいことにこう忙しく公演とか自主練とか過ごさせていただいてたので、なんかあ、これでなんか家族との思い出も作れるしリフレッシュもできる、嬉しいって思って楽しみに試合に行って、でもなんか試合ってなんかだいたい座席が2つぐらいに分かれてて、巨人席、DNA 席みたいな。で、私自分がなんかどっちのファンなのか分からなくて、でもなんか座席はほぼ真ん中だけどちょっと DNA 寄りみたいな感じで、そうなんです。で、なんで DNA の席にしたかっていうと、なんかその DeNA の監督さん、浜野番長さんがなんか私のお父さんにお顔が似てるらしいんですよ私のお父さんがその、そう、三浦監督に似てるらしくて、なんか講演会とか行ってるんですよ、私のお父さんお母さんが二人で、その三浦さんの、三浦監督の、なんかそれな、何がもう本当にそれがきっかけなのかあれなんですけど、なんかお父さん曰く自分と顔が似てるっていうことから、なんか DeNA さんの座席になって、まあ、応援していました。で、なんか本当にその応援をしていて感じたのが、
なんか人がいっぱいいると安心する。こんなに私多くの人を見たのが久しぶりでして、人混み大好き。あ、こんなにいっぱい私以外にも人がいて、こうみんなが熱くなってて楽しいなって思って、連れてきてくれた父に感謝とね、すごいあっという間の時間でした。うん、人混み苦手っていう方多いと思うんですけど、私はもうなんか大好き。あんまり詳しくないんですけれども、なんか途中風船がブー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 って飛んだり、なんか応援歌とかあったり、そう、すごい盛り上がってました。トランペットとか吹いてたり、2万人もそんなにいたんだ、すごい、すごいね。そう、非日常、あ、私それメールに書きた、そう、非日常でしたって書きました。え、そう、なんか風船、青い風船がブブブブって飛んで、私は風船持ってなかったんだけど、今度は風船欲しいなって思いました。で、なんか座席がそのカメラの隣で、あの、私声大きいから、その生中継のカメラに自分の声が入ってないか心配です。土曜日のスワンは3万人、すごいな、スポーツって熱いですね。うん、わかんない、何席だったんだろう私。一塁と、あの、何、ホームベース、ホームベースと一塁の間みたいなところにいて、なんか他のちょっと座席がわかんないんですけど、見やすかったと思います。あっという間でした。ピッチャーは、あ、なんかピッチャーの左側かな、多分。でも名前、あれ覚えました。マルさん、マキー選手、マル選手、あと蝶野選手、あと誰だ、もういっぱい名前書いてあった。そう、1500本アンダー、あ、そうだったの、なんかすごい盛り上がっていましたね。え、デス退社する人、あ、そうなの、え、待って、そうなんですか、牧選手って。なんかそれ、あの WBC やってた時に私なんか実況配信してたんですけど、選手調べてたら、なんかそのなんだろう、ホームランとかなのかな、なんか終わ、自分の番が終わった後に、なんかヘイ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 、なんとかターシャーみたいなのやってるの見て、あ、こんな方いらっしゃるんだなって思った記憶がある。あ、その方だったんだ。
え、悔しい。それ分かんなかった。同じ方なんだ。あ、一致しました。そうなんだ。本当にスポーツっていうか、なんかこう応援って、応援される方も応援する方も素晴らしいなって思いましたし、途中でですね、あ、そう、これメールでね、初解禁したかったんですよ。メールで載せてたんですけど、多分今日の夜届かないんですけど、ので言ってしまうんですけど、なんとリューティストさんにお会いしました。なんていうの、アイドルさん、芸能人の方のプライベートに遭遇できるって本当に珍しいじゃないですか。だからなんか野球の試合と同じぐらい、あの非日常を感じたというか。あとカホたちにもね会いました。お会いしました。今日レッスンでカホたちとは一緒だった。そう、びっくりしました。だってね、あ、これがアイドルかって思って、え、なんか確かになんか着てる服が衣装に見えてなんかオーラに見えて、なんか、あ、あ、いや、そうだよなって思いました。顔がね小さかったです。はい、プライベートでいらっしゃってて、まあ私も、まあ私、そう、家族私のお母さんさ、本当にどさくさに紛れてさ、あのリューティストのムータンさんと、あとカホと握手してたそれで私もつい、あのもう本当にお母さんのどさくさに紛れ紛れ、もう本当のお母様のついでに、私もムータンさんと握手をさせていただいたやばいすいません、本当にすいません。わお、なんかママカホちゃんの手握っちゃったみたいなえみたいな面白すぎる。カホとも、そうで、なんかお家帰ってきて、お父さんが、いやー握手お願いすればよかったなって言ってた、うん、そうですよ、無料でエコスタで見た。え、いや、野球観戦、スポーツ観戦いいですね。また行きたいです。またぜひ。そう、私のお父さんは本当に、あの、陰キャというか、本当に、あの、恥ずかしがり屋さんというか、はい。なんですよ。なんか家族の前だと心を開いてるんですけど、本当にもじもじ系なので、見た目によらず。だからなんかカホと、あの、会ってる時も私がお父さんに話を振ってあげたんですけど本当にそう、照れ屋さんなんです。うん、でもそう、今日のチケット用意してくれたり、なんかはい、優しいです。焼きそば食べました。あと私、妹、私の妹も行ってたんですけど、私の妹と父と母はもうお酒飲んでました。もう無免許の私だけ飲んでないっていう、なんか無免許でもう申し訳ないんですけど
美味しいですね、やっぱり外で食べるご飯は。よりなんかもう本当に、私通おうかな試合とかも本当にもうもっといっぱい見に行っちゃいたい。楽しかった。そうなの。球場飯って言うんだ。また行きたい。行きたいな。アルビも見に来てね。行く。行くよ。なんか夏とかって試合が多いってあるのかな。で、雪、冬は雪降るから試合が少ないとかなのかな。だからこれからってもしかしてシーズンなのかな。もしかして、え、スポーツシーズンですか。だったらね、ぴったりですね。え、野球アルビ。あ、そう、ビールのね、売り子さんに注文させていただいてました。両親が初めて近くで売り子さん見て、え、売り子さんすごいね、ああいうなんか担いでる、ビール担いでた。そうなんだ。あ、やばい、ランキングをお休み、あ、ランキングお休みじゃない、ランキングをお読みさせていただきます。すいません、バタバタしちゃって。あの時助けていただいた鶴ですさん、マタさん、ロヒーさん、コモモンさん、ユータさん、ユーちゃんさん、ミヤパンさん、ニシタムさん、ポンポンさん、ノーさん、ウズメさん、白いアルパカさん、タカシさん、ありがとうございます。ごめんなさい、急ぎ足でギフティングもコメントもありがとうございます。みんなで一緒に新潟盛り上げよう。ちょっとメール届くかわかんないけど再送試みます。ありがとう。